エリアルビルは横浜市中区山下町に立つモダニズム建築である。1930年に外国人専用のアパートメントホテルとして竣工当初は上田屋ビルディング第2号館の名称であった。セシュがニューヨークタイムズ横浜市局員にこれからは外国人向けのアパートメントが必要であると勧められたことから長期滞在型の施設とされた。 第二次世界大戦後は、約10年間新中軍に接収され、ホテルニューグランドにいるダグラス・マッカーサーを護衛するため、商工クラスの軍人が詰めた。この時期に、屋上に増築が行われた。客室の設備の一部は米軍により本木やネギ氏の住宅に持ち去られたため、接収解場後は宿泊施設として営業できず、主に港湾関係の事業者に貸し出された。 山下公園通りより一本内陸側の水町通りに面する。本ビルの設計は、館内地区を中心に、対象から昭和初期の建築設計に携わった川崎鉄道で、ジャパンエキスプレスビル、昭和ビルと共に現存する三棟の一つである。2011年2月24日には、横浜市認定歴史的建造物に選定された。水平連続窓のカーテンウォールが、 外観の特徴でトイレやバスルームを備えた居室が24室。連続窓の内側はガラス張りのベランダのような空間となっている。屋上にはテラスと噴水。1階にはフレンチレストランやバー、売店があった。現在は通りに面してブティックと薬局、クリーニング店が入居。以前の客室はテーラーやデザイン事務所、設計事務所などに貸し出されている。 1962年の映画、涙を、死守の盾紙に、2013年のテレビドラマ、黒コーチ、2015年のテレビドラマ、花咲舞が黙ってないにを、はじめ数々の映像作品の撮影に使用された。ありがとうございます。